はい、皆さんこんにちは、坂田めめ子です。大寒波、10年に一度の大寒波と呼ばれた次の日なんですけれども、本当にね、すごくて、マジですごくて車が埋もれてました。で、もう車が埋もれちゃって、もうちょっとどうしようかなって思ったんですけど、ちょっといただきますね。もう車の中に、全部乗っけてたわけです。私スコップとか手袋とか乗っけてたわけです。で、乗っけとったから、その車のなんていうの、運転席にある雪をどうやって描こうかと思って、もう何にもなかったんで、もうボールを持ってったんですよ、料理で使う。で、そしたら近所の方が見かねて、それじゃあダメでしょって言って、雪かきする道具貸してくれました。